キチャンネル。ちょこんにちは。さあドラフト通信も今日はホークス編ということでね、はい、ソフトバンクも優勝間近、うん、まあでもこの動画出る頃にはもう優勝してるな、してるんじゃないですか ね、はい、してるしてるしてる、うん、ね、はい、まあということで、去年の、ドラフト票ね、はい、1位前田、うん、大阪桐蔭からね、竹内外して前田を当てたっていうね、はい、万が一竹内ソフトバンク行ってたらもう14勝ぐらいしてるな、してますね、うん、で2位岩井で3位広瀬、4位村田、5位沢柳、6位大山、7位藤田、うん、だからもう広瀬と藤田以外全員投手、ね、でそれで、去年評価は B ですと、うん、佐々木予想は1位即戦力投手、2位に大型内野手で、3位投手に4位捕手という予想でしたけども、うん、まあまあバランスがいいドラフトだったと、うん、で来年どうにかしなきゃいけないドラフトになってくると、うん、はい、で前田は話題に習って3年後ぐらいにいいピッチャーになるんちゃうかと、で試合が即戦力4投手がホークスの投手陣に食い込めるかが順位を大きく変えるって言ってて、はい、でまあ育成も含めたらめっちゃ取ってるからね、うん、大泉、宮里、佐倉、中澤、星野、藤原、藤田、長水、うん、っていうところで、はい、もうでも今リリーフはね、松本も肩の張りで抹消されて、うん、でオスナもいなくなって、岩井、大山、今大奮闘中、うん、苦しい中で、ね、プロの壁にぶち当たりながら、はい、泣きながらね、泣きながらもう泣いてる場合ちゃうっちゅうね、ね、だから、まあでも前田君も良かったからね、フレッシュオールスターで見た時、はい、かなりいいです、うん、これもいい感じで育っていくと思う、怪我がなければ、うん、名城大岩井君もね、うん、岩井大山投げれてね、はい、沢柳もね、うん、そうですね、頑張ってるっていうところを考えると、うん、ね、まあこのドラフト指名のピッチャーがまあ怪我人なければよかったけどね、うん、ちょっと怪我人も出てきて状態悪いピッチャーいるっていう中では、はい、まあうまくね足りないところを補えたんちゃうかと、うん、まあ岩井君まだね、7試合しか投げたけど 3.18、はい、でも2軍では防御率1点台だからね、はい、で沢柳ね、うん、沢柳ちょっと救世主になってるよね、11試合当番で 3.38、はい、ね、2勝1敗、うん、で2軍では 1.93、うん、やっぱ2軍で1点台やな、あ、それが基準ですね、やっぱりね、うん、やっぱり、うん、それと、大山1軍で 2.63 防御率、うん、1勝1敗1ホールド14試合、うん、ね、で2軍で 3.24、うん、まあ先発してるからね、うん、だから2軍では先発してたけど、まあ上ではリリーフなんだね、はい、うん、でも村田君どこ行ったんだろうね、結構前評判高かったけどね、うん、1試合だけ投げてましたね、そうそう投げててね、うん、で2軍でもそんな言うこと投げてないから、うん、ひょっとしたら3軍とかいってるかもわかんないし、はい、でも広瀬も良かったからね、うん、あのヒット出るまで長かったけどね、うん、ヒット出てから、だからあの牧原怪我して、うん、で三森も怪我して、うん、でセカンドいなくなった時に広瀬出てきて、うん、柳町、広瀬、正木の慶応トリオ、はい、でホームランも打って、うん、だからまあね、結局牧原が帰ってきたから、うん、まあ、お役御免で2軍に行っちゃったけど、うん、まあ、打率2割3分3厘、ね、ホームラン2本、うん、24安打の9打点、うん、で2軍では2割5分7厘だから、ここでもう一箱ね、うん、やっていけば面白いよね、うん、あとはセカンドだけじゃなくていろんなとこを守った方がいいね、うん、そうですね、サードとかね守れるんだったらね、はい、そしたらあのいろんなところのポジションで優位性持てるからね、うん、で藤田君これ高校生、はい、2軍で3打数1安打だからもう3軍とかかな、うん、3軍4軍かな、うん、どっちかっていうとね、まあ、キャッチャーもね本当あの下位、うん、以外が頼りなさすぎるからね、はい、誰も一緒だからね、うん、そういった意味では頑張ったらね、うん、チャンスあるかもしれないよね、そうですね、うんうん、でも結構今年のホークスってこんだけ強いんですけど、結構その怪我人がいたりとか、やっぱりいなくなって投手陣が薄かったりってあるじゃないですか、そこを結構埋めてますよね、埋めたね、ルーキーですよね、その開幕からいたわけじゃないけど、その途中の足りないところをルーキーで埋めれたのも大きかったね、うん、いや本当に、うん、そういった意味では A かもわかんないね、おー、評価はね、だからもう出てる人多いですもんね、中心になった選手はいないけど、補うのには、うん、だってあのホークスで中心なんの難しいから、ね、いや本当そうですね、1年目からね、うん、でもしっかりそこを補えたのは大きかったかなと、うん、で、じゃあその前の年見てみようかな、イッツ・アイヒネ、イッツ・アイヒネ全然聞かへんな、名前、うん、フォームでは出てますね、82試合出てますよ、お結構出てんじゃん、うん、で1割7分7厘、おそう
全然打ってない、うん、ホームラン2本、うん、で続いて大津もう前半良かったけどな、ちょっと疲れてきたな、うん、ちょっと体力のなさがちょっと露呈している感じ、でもだいぶ支えましたよね、うん、そう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 、まあ、ここもう一踏ん張りしていければね、うん、先発グッと掴めるからね、まあ、ローテーション1年もあるの初めてですからね、うん、で甲斐郁美、そうなの、あ、そうなの、あ、脳挫傷、あ、自主トレ中に打球が当たり左頬骨陥没ですって、もうちょっとはい、大怪我ですね、うん、これも回復後まと、うん、はい、そうですね、うん、で大野ね、ここも高校生だから、はい、で、松本春今、うん、今絶賛頑張り中やから、うん、左でな、はい、うん、気合い入れてる、うん、お母さん綺麗だな、お母さん綺麗いつ見たの、いや女優さんみたいなんですよ、初登板の時見られてて、その後番組にも出られてて、うん、もうファンの中で女優さんちゃうかって、へめちゃくちゃ綺麗なんですよ、そうなんだ、はい、言うときます、で吉田健吾ね、はい、でも2軍で結構出るからね、3割2厘、うん、ね、次か、次に向けてくるか、はい、ね、出ましたね、1軍で、1軍出てる、うん、ね、あのヒット5本、打点2、だからそう考えると2022年もいい選手いるよね、うん、ね、もう大津もね、大津投手がね、うん、いるってのはやっぱり大きいですよ、うん、郁美はもう怪我からのね、復活をね、そうですね、もう願っていきたいっていう、はい、でもいい選手だったからね、うん、で、大野でしょ、これはまあ高校生だからね、はい、で、松本もね、出て、うん、で吉田もいいですよ、はい、いつ愛媛がね、はい、ここからどこまで成長するかだね、はい、正直ね、うん、そうですね、うん、その前が風間雅樹、木村、野村勇、大竹、うん、風間はどこ行ったのかな、ね、2軍で 5.40、6試合ほぼ3軍か4軍かやな、うん、でいいんやろな、多分、はい、育成もいっぱいいるからな、誰かどっかから出てきてるから、結構育成から上がってますからね、だって2022年とか育成14人取ってるからね、21も14人取ってるけど、21も、あ、三浦瑞稀がいるね、うんうん、今年上がりましたね、川村もいます、あ、うん、ちょっとその辺みんな東北絡みで、うん、その前尾形か、うん、その前井上、笹川、牧原、川原田、川原田、川原田、田の上、うん、その次が佐藋、海野、津森、小林、柳町、甲斐の杉山、野村、大樹、坂東、水谷、泉、奥村、うん、吉住、高橋礼、松田、田中正義、古谷、こう思ったこと言っていい？はい、あの、もう一緒かもしれない、もしかしたら、本当？はい、クソドラフトしてんな私はそこまで思ってない思ってない、えでも、あのやばくない、ドラフト1位がチームの核になってる人は、うん、はもうこの14年の松本だよ、うん、その前、東山、武田、今宮ですね、2009年の絶対おらんな、1位が当たってないんですね、あんまりね、うん、もう見る目ないとしか言いようがないね、うん、いわゆる、まあ、事実だからね、はい、そうですね、俺はもう事実に基づいて言ってるだけだから、うん、主観とか1ミリも入れてないから、はい、その代わり育成で取った19年、うん、今石塚ね、はい、まあ、一軍頑張ってるけど、うん、で大関ね、うん、2017年、ね、シュート、うん、でまあ、大竹今ね、まあ、あれで頑張ってるけど、はい、あ、石川修太ね、あ、そうそうそう、13年ね、育成1位だ、うん、で、10年の千賀会でしょ、うん、で、牧原でしょ、はい、ここ育成がめちゃくちゃ当たり年でしたよね、だからもう育成に支えられてんねん、うん、ほんとそうですね、うん、もっとちゃんとドラフトした方がいいよな、うん、だってあの、うん、ってかこのソフトバンクっていうチームの資本力があったおかげで、うん、はい、成り立ってるチーム力やけど、はい、こうやって育成持てるからね、そうですね、うん、それはもうチームね、企業努力としては素晴らしいけども、うんうん、もうちょっと編成ちゃんと仕事しないと、はいだからもうちょっとここのドラフト1位を、でもドラフト1位っていうか、だから支配下で の、うん、そのドラフトの中であんまりこの格になってる人がいないんですよね、いないのよ、うん、まあ、栗原選手がドラフト2位だって、だって今で言う、今で言うとよ、うん、今の勝ち頭はまあ、有原から有原です、はい、うん、で、まあ、あれでしょ、日本ハムからでしょ、はい、で、キャッチャー、甲斐ね、うん、育成ですね、うん、2010年度育成でしょ、うん、はい、で、ファースト、山川は FA でしょ、うん、はい、で、セカンドが牧原で、牧原も10年の育成でしょ、育成ですね、うん、で、サードが栗原
で栗原が2014年のドラフト2位、ここが松本裕樹投手と栗原選手1位、そうそうそう、よかったね、うん、でショートが今宮、はい、これが今宮は2009年の1位、はい、でレフトが今近藤、はい、FA でしょ、はい、でセンターが、まあ、シュート、うん、シュートが育成から、はい、でもしくは柳町、うん、でライトは今正木とかだから、はい、その柳町が2019年5位柳町、うん、で、正木が最近の2021年の2位、はい、で、柳田ね、はい、2010年、はい、ドラフト2位だね、うん、ってなってくるとちょっと1位いないよね、うん、そうですね、うん、あとこの支配下でいうとやっぱ2014年のこの松本裕樹投手栗原選手以降がやっぱり薄いですよね、うん、これちょっとドラフト戦略はうまくないね全然、うん、正直そうですね、うん、だからもう数の原理でなんとかだからもうちょっとドラフト戦略、うん、ちゃんと見直した方がいいね確かにまあチームによっては毎年一人ずつはこう格になる選手が出てるっていう球団とかもやっぱあったじゃないですか、うん、そう思うとだからまあね、うん、でもあのチームを強くする三大原則あるから、はい、知ってる知ってるよねもちろんはいあじゃあちょっと言ってあげる、言ってあげるちょっと整理あれちょっとね FA、うん、なんとか外国人なんだよFA なんだっけもう一つトレードそうそう、はい、FA トレード、はい、外国人が、うんはい、そのシーズン内にチームを、ね、この強くしていく、まあはい、今すぐね、うん、今すぐ強くしていくのは、うん、FA トレード外国人、はい、でもそれがしなきゃいけないのは、うんまあ、ドラフトが失敗してるからなんだよね、はい、ドラフトが成功してるとそこにあんまりシフトしなくても、うんいいんだけど、うん、ドラフトがやっぱり失敗してるから FA トレード外国人が必要になってきて、うんね、で今ホークスだと FA、うんね、でまあトレードはそんなないよ ね, そうですねで外国人はちょっとピッチャーはいいんだけど、はい、野手が当たってないっていうところもあるけども、うん、ピッチャーはフォローできてるじゃんね、うん、だからそういったところで保っていかなきゃいけなくなってくるから、はい、でもそうなるとお金がかかってくるからね、うん、だからもうちょっとドラフトをちゃんとやっていくと、うん、さらに強くなっていくね、うん、あとそんなお金かけなくてもいいからね。そうですね、うん、今やっぱりこう育成をかなりこう取ってるっていうところに救われてる部分もやっぱありますからね、うん、そう、うん、だからちょっと1位の判断が誤ってるよね、はいまあ、ちょっと前田君に期待しましょう。前田はあると思う。前田はいいよ。ドラフト1位10年周期。そう、うん、あと正直いつでもやっぱ頑張っていかないと、はい、内野がね、はい、そうですね、やっぱショートの次いないからね、うん、確かにそうですね、うん、まあ川瀬とかね、うん、頑張ってるけどね、うんうん、そういったところでは、はい、ね、じゃあやっぱり佐々木チャンネルからやっぱりこれがいいんちゃうかっていうのをやっぱり、うんうん、だって基本よ、はい、やっぱあの参考にしてくれると、うん、やっぱいい球団もあるよ。はいはい、うん、うん、俺言われたりもするし確かに、うん、だからあの俺らも全力で、はい、そうですね、うん、全力でホークスにいい選手を探そう。そうですね、酒、はい、うん、井さん見とうかもしれないね。そう、うんうん、俺だってあれ非公認外部スカウトやからな。そうですよ、はい、結構本当に言った人穴場取ってきたりしますからね。そう、うんね、何より良かったりするからね、うんうん、だからここから真剣にホークス戦考えよう、はいね、次のね、次の動画で、ね、はい、はい。